画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴです。さあ、まあ、サムネイルで完結してるのかな、この動画は。まあ、今回何検証していくのかと言いますと、まあ、初音天地開闢神話という楽曲が追加されたじゃないですか。あれが3分3秒なんですよ。で、プロジェクト世界の楽曲、今まで開闢神話が出る前まで、まあ、一番長かった曲っていうのはこちら、メルトになります。そして、プロジェクト世界の、まあ、イベントポイントというものは、まあ、スコアに応じてポイントが上がったりとかもあるんですが、一番、まあ、その差が出てくるのが、長い楽曲なんですよ。うん。まあ、なので、プロセカのイベントとかでメルトをプレイすると、まあ、1回でもらえるイベントポイントが、だから、無課金で、まあ、イベント走りたいよって方は、メルト、まあ、プレイしがちでした。はい。プレイすると、ポイントが高いので、うん。時間は長くなりますが、まあ、あまりブーストを使わずに、多くのポイントをゲットするという面で、まあ、その無課金の効率と言われてる楽曲ですよね。ただ、初音天地開闢神話という楽曲が登場しまして、じゃあその無課金の人たちが、効率曲、メルトと開闢神話どっちなんだろうっていうね、疑問がま、生まれるわけですよ。で、今回私、オッピー。まあ、それを検証すべく動画にしていこうかなと思いました。まあ、事前情報として僕の現在の編成がですね、0% 編成になります。はい。今考えた 0% の編成ってめちゃめちゃ作りづらいんですね。うん。その、突状況。マスターランクに応じてパーセンテージ上がっちゃうから、その星1、2、3に関してはほとんど僕突っちゃってて、まあ、0% 編成むずいなっていう、まあ、印象ではございましたが、まあ、なんとか星4の無突で、0% 編成を組ませていただきまして、今回このメルトと初音天地開闢神話のエキスパートで、比較していこうかなと思いますのでよろしくお願いいたします。まあマスターの方がポイントはおそらく高くはなっちゃうと思うんだけど、初音天地開闢神話とかまさに黄色色のノーツ、スコアノーツか、あのスコアノーツが、まあ、多い印象はございましたので、そっちの方がってなるけど、難易度32楽曲をね、常にプレイするってなると、イベント中ね、常にプレイするってなると、すっごい難しいと思いますので、はい、といった感じで、まあ、コンボ数も一応ね、1363コンボで、スコアも見ていきますか。まあ、両方 AP 取れたら一番比較的には分かりやすいのかなってなったので、そんなことできなくてね、申し訳ありません。134万でしたね、今。エメルトが134万で217ポイント、あ、ゼロ滝です。すみません。ゼロ滝で217ポイントになります。はい。それでは、初音天地開闢神話、プレイしていこうかなと思います。ゼロ滝で。どうなんだろうね。まあ、しかも今、メルトのプレイやってる時に言いたいこと全部言えたんで、飛ばします。はい。といった感じで、1581コンボ。まあ、コンボ数は余裕で、天地開闢神話の方が多いって感じですね。季節外れの紙白類。6グレ。スコアが136万。スコアが2万差ぐらいあったね。この検証いらんかったな。この検証いらなかったわ。218。開闢神話の方が1ポイント多いですね。誤差。ということで、効率的には開闢神話。ただ、もうどっちでもいいやんって感じです。ご視聴ありがとうございました。